感染が確認されたのは未就学児から60代までの男女14人です。中央東館内の60代男性が中等症で、その他は軽症、5人の感染経路が分かっていません。すでに3人の感染が確認されている四万都市の中村河川国道事務所で新たに4人の陽性が判明。合わせて7人の感染が確認され、 県内43例目のクラスターとなりました濃厚接触者として同じフロアで働いている16人の検査を進めていますまた家庭内感染も目立っています高知市に住む未就学児の男の子と小学生の女の子30代の男性はすでに感染が確認されている 同居家族2人の濃厚接触者として検査を受け感染が判明家族5人全員が陽性となりました高知市の小学生の男の子は4人家族でこれまでに他の3人の感染が確認されていました中央西館内の未就学児の男の子も4人家族で家族全員の感染が確認されています 県内の感染者の累計は2,122人となり、中等症が4人、重症が7人となっています。また、県衛生環境研究所による検査で、新たに13人がインド型の変異ウイルス・デルタ株の疑いがあることが分かりました。県内でのデルタ株の疑い例は、合わせて21人となりました。そのほとんどが、 関東や関西など県外から来た人との接触が由来とみられています。